あらかじめご了承ください。コンサート終了後、混雑回避並びに過度な密集を避けるため、規制退場を実施させていただきます。アナウンスがあるまではお客様にお席にお座りの上お待ちいただきますようお願い申し上げます。さあ皆さん、ミルコンもうすぐで始まりますよ。はい、今日のライブはかわいいミル、かっこいいミル、セクシーなミル、いろんなミルをたくさん詰め込んだので、最後までしっかりミルミルよろしくお願いします。ミルミルパワー全力で頑張ります。それでは、まもなく開演いたします。ロビーにおられるお客様は、場内にお入りください。以上、NMB48、ミルルンこと、白間ミルでした。
とならばすべてわかる。何でも話せる誰かがいなかったから、愛してるのは僕じゃないんだ、平気なふりを装ってても強がってる君のことを僕は放っておけない。悲しいなら胸の奥の絶望出しなよ、言葉になどしなくていい、美しすぎるため息、頬の涙手で拭えばその痛みを消せるのか、巡り合った運命から僕は目をそらさない、教えてくれ、ミステリーない、どんなこともない。
さん、こんばんは。 NMB48 白間みるです。本日は白間みるソロコンサート ZEP でもみるみるにお越しいただき、また17ライブをご覧いただきありがとうございます。さあ、ソロコンサート始まりましたけど、私は昨年初めてのソロコンサートをさせていただいたんですけど、その時はオンライン限定になってしまったんですよ。でも今日はこうして皆さんの前で歌って踊ることができて、とってもとっても嬉しく思います。ありがとうございます。ありがとうございます。今日のこのライブではいろんな私を皆さんに見てほしくて、可愛い私だったり、かっこいい私だったり、セクシーな私だったり、いろんな私を詰め込んだので、最後までしっかりみるみるしていただければ嬉しいです。よろしくお願いします。それでは次の曲に行きたいと思います。次の曲は私にとって大切な曲で、ラストシングルになります。聴いてください。しだれ柳時折風に吹かれ、しだれ柳いつかのあなたを思う。私たちは黙って手をつないだね。きっと心が近づく、かがってたんだ。好きって気持ちは絶対誰に求められない。どこまでもついていかせて、しだれ柳しなだれかかるように、しだれ柳あなたの愛にもたれて、しだれ柳すべてがなし崩しに、しだれ柳自分だけのものにしたいと思ってた。気持ちが折れないように、足元踏ん張ってても、泣きたくなったら泣けばいいんだ。風に吹かれるまま、しだれ柳しなだれかかるように、しだれ柳あなたの愛にもたれて、しだれ柳すべてがなし、しだれ柳自分だけのものにしたいと思ってた。
ヌーディストビーチ行きたい。もうなんか自分を解放したい。自分お疲れって赤ちゃんに戻したいです。え、どういうこと？円周率何桁言えるか。え、それがもう意味が、円周率って円周率が何桁言えるか、どういうこと？え、意味がわからん。質問の意味がわからない。え、円周率何桁言えるか、どういうこと？え、円周率って何桁とかあるんですか？え、わ、え、31が3、32が2、サザンが9、3412、3515、サブ618、3721、3824、3927。あ、知ってる。うわ、知ってる。待って、今一瞬でパンって消えた。うわ、何やったっけ。犬はドッグ、猫はキャット、ドッグ、キャット、エッグ。え、わ、待って、わからへん。え、ツー入るってことですよね。ドッグ、キャット、イット。やり。あ、あの犬も歩けばうんち踏むみたいなやつですよね。それ。劇場の壁とかレッスン場の壁とかステージの壁とか、ちょっとした落書きし、いろいろしてきてすいませんでした。懺悔。そりゃ応援してくださる大好きな皆さんです。どうですか。キュンとしました。
一緒にやろう。これで歩こうか。歩こうか。これで歩こうか。うわうえ疲れた。小部屋へようこそ。今日はごゆっくりしてってくださいね。日向の葉っぱよりも湿った裏側がいい。見つめ合って話すより片思いがいい。眩しすぎる舐めくじ自分に自信ない。宝珠それでも舐めくじ
今日のバッグなんだか重くて、そう誰かに持ってほしかった。だからちょっと頭を絞って、ハートをつってみた。甘いため息ひとつちらりと見ておねだりするの悪くん。ワルルンも皆さんのことが大好きです。見えるワルルンのこと好きな人は手を挙げてください。ありがとうございます。髪をかき上げながら試すように反応を見るわ。ワルルン聞いていただきました。皆さん、ミルルンの小部屋へようこそ。じゃあ、あれ、はい、ミルさん、わあ、そうそう、どうぞどうぞお座りくださいませ。こんにちは、皆さん待ってたよ。あ、今日はね、私の仲良しで大大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 好きなお二人を呼びました。ありがとうございます。じゃあちょっと、ね、17ライブもね、今日来てくださって皆さんもね、はい、自己紹介してもろて、はい、もろて劇場用よ、ちゃんと劇場用してよ。ドキドキお願いします。させてもろて、はい、お願いします。はい、そこの君君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 君ありがとうございます。うかうかしとったらうかにうっかりハート奪われんで、覚悟しときや。ありがとうございます。大阪府出身23歳のうーかこと加藤優香です。よろしくお願いします。イエーイ、うーか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 どうぞ。はい、みなさん、ゆいならみりんすへようこそ。イエーイ、迷い込んだら出口はないけど文句はゆいな。ありがとうございます。奈良県出身、20歳のゆいなこと出口ゆいなです。よろしくお願いします。イエーイ、イエーイ、ゆいな、デグちゃん、デグちゃん、デグちゃんです。ノリノリ。いやー、もうちょうどずっと緊張してるからさ、二人来てすごく心がふーってなった。いやでも私たちね、17ライブで見てたんですよ。そうなんです。ここまでのライブ、はい、どうでした？え、もうほんまに最高すぎて、うん、かっこいいところからもう可愛いのも見れて、うん、しかも無料なんですよ、17ライブ。びっくりしましたほんまに。ほんまにめっちゃ画質良かったで。あ、そうなんや。めっちゃ良かったです。すごかった。すごい。そう、だからね、楽しませていただいてました、うん、ありがとうございます。しっかりみるみるしてくださってたんですね。いや、みるみるしてました、はい、もうギリギリの端の10秒前ぐらいまでしてました、こうやって、うん、猫見るにゃん見てました、はい、ありがとう。にゃんにゃんしてたでしょ。してました、可愛かった、うん、ソロのしだれ柳もめっちゃ良かった。ほ、うんと、うん、見れて嬉しかったです。なんかね、皆さんそうですよね。あ、ありがとうございます。なんか声が出せないからね。ね、そうなんです、うん、もうね。でも皆さんのね、うん、
もうやあったかい目がねめっちゃね支えられてて本当にありがとうございます。本当にここに来て感じますね。それは大好き。もう一人ずつにハグしてチューしたいです。してあげ て, あげてめっちゃ喜ぶと思います皆さん、はい、でも楽屋ではこんなんですけどめちゃめちゃ緊張しましたからね。ミルさん言わんといてよ。ペグちゃ ん, うん、ね、もうご飯まだ飲み込んでないのに口に入れたまま放心状態でそう動かへんかったもんな。もう無理緊張するってずっと言ってたから、ね、始まったら ねもう顔色バッて変わってさすがだなって思います。ありがとう。よいしょよいしょよいしょ、 よいしょ持ち上げとこ。じゃあちょっと今から私着替えてきますので、この時間はお二人にお任せしました。お願いします。大丈夫ですか。頑張って。あーバイバイ。いってらっしゃい。行ってきます。かわいかったねえ。主役がいなくなりましたけども、よろしくお願いします。うんうん、ちょっと私、うん、いいもの見つけちゃいました。何ですか。ちょっと撮っていいですか。うん、ね、いやこんなところに、はい、おお、なんと皆さん、なんだそれは、ミルさんのおお写真集があります。なんだって、すごい、いいですね。こんな何本あってもいいですからね。そうですね。もうね、7月7日に発売された2冊目の写真集リボンがですねあるんですけど、皆さんゲットしましたか。おお、さすが、さすがですね。まあ、ちょっと私たちもね、うん、中身ちょっと見たいなって、いいんですか、思うんですけど、見させてもらいますけどもね。でも本番前もあの3人で、あ違う、2人で見てたんですよね。そうなんですね。もうなかなか見終わらなくて、メイク時間に間に合わへんっていうめっちゃ焦りましたよね、はい、メイクさんにちょっと怒られそうになりましたけど。でもなんかミルちゃんが言ってましたよね、裏話みたいな。そうなんです。なんか、ね、あの1つ、うん、1枚だけ虫がついてる写真があるんですって、足らへんに ね。もうそれをぜひ皆さんに見つけてもらいたいって言ってて、うん、見つけた方いらっしゃいますか。反対いますか。え、本当ですか。すごい。もう本当に見つからない、1枚だけしかないんですよ、しかもね。ちょっとここら辺なんですけど、もうそれもね、このやっぱ自然豊かやからすごい虫が多くて、今までの撮影で一番体張ったって言ってました、うんうん、ね、寒かったし、ね、虫も多かったし、うん、ね、でもすごいそのおかげでね、うん、もうミルちゃんが頑張ってくれたおかげで私たちはもう満足でございます。楽しませてもらって本当にね、うん、素敵な写真集です。皆さん中身ちょっと見たいですよね。え、そんないいんですか。これ17ライブで無料で配信されてるんですよそういいんですか。そう、今回は、うん、特別に写真集の中身を用意しました。やったーイエーイイエーイ。いいですか。いいです。まだね、買ってない方らめっちゃラッキーやん。そうなんです。だって皆さん見たいですもんね。イエーイ、見たい見たい。そんなん、それではまずこの写真を皆さんに見ていただきたいと思います。ありがとうございます。1枚目はこちらです。おおー、いやー、ちょっと待ってよ。ちょっとかわいい。これもうほんまに好き、この写真。いや、わかります、ね、なんかもう素のミルさんって感じですよね、やっぱり。そう、もういろんな笑顔の中でも、うん、ミルちゃんのね、大爆笑した。そう、かわいい。いや、もうここまで足していいんですかっていう ね見ちゃっていいんですかっていう。だってあの布さ、テーブルクロスみたいにさ、こうシュッてやったらさ、もう全部ピュッて、あーってなっちゃうんですよね。いやーってなっちゃうし、うんうん、さっきまでここでさ、服を身にまとってたミルちゃんのこんな姿を見て、この後皆さんどんな気持ちで大丈夫ですかライブ見るんですか。もう話出してないですか皆さん。ねえ、ティッシュ持ってますよ。まあでもね、気をつけて。これだけじゃないんです、実は。ちょっと待って、そんないいのほんまに、はい、これだけでも結構な、ねえ、これだけじゃないんです。刺激的な写真ですよ。もっといい写真があるんです。ありがとうございます。皆さんの気持ちを代弁してありがとうございます、はい、皆さんに見ていただきたい、その気持ちを込めて用意しました。お、続いての写真はこちらです。やあ、ちょっと待って見たか。子供いないですか。大丈夫、目隠し大丈夫。ちっちゃい子いないですか。大丈夫かな。大丈夫ですか、ほんまに。皆さん直視できてますか。ちょっとこれはセクシーすぎるでしょ。こんな大画面で拝んでいいの本当にほんまや、こんな大画面で素晴らしい。 いやでも絵になりますね、これは。思わず立っちゃいましたけども、ね、いや
なんといってもね、うんうん、まあこれもそうですけど、これもって、ね、これもそうですけど、こちらもね、はい、腹筋美しすぎませんか、ね、本当にね、もう憧れのスタイルですよね、こんな、ね、余分なものないよな、いや本当にそう、ね、みるちゃん普段からやっぱ鍛えてるから、うん、すごくヘルシーで鍛えられた体がね、うん、堪能できますよね、この写真集は間違いないです。いやでもね、綺麗やし可愛いしな、うん、ライブもかっこいいしな、最高です、ね、本当に最高です、見るね本当に、ね、皆さん思いますよね、うん、ね優しいだった、ありがとうございます。まあでもね、この今回はこの2枚だけだったんですけど、はい、もう十分ですよ、もっとね、うん、この写真集の中にはたくさんの、うん、ここまで見せちゃっていいのとか、うわかわいいかっこいい写真が詰まっていますので、うん、あのね、本日ここの、 あの全部さんにもあの販売しておりますので、皆さんお帰りの際に手に取っていただけたら嬉しいなと思います、ね、ぜひぜひゲットしてくださいよろしくお願いします。お願いします。はい、ということでね、私たちはもうしっかり写真集のお話もしたので、はい、いきますか、はい、はい、帰らせていただきます。皆さんこの後もたくさん楽しんでいてください。それでは次はこちらをご覧ください、どうぞ。やっぱりこう大好きな応援してくださる皆さんの前で歌って踊れるっていうことは私にとってすごい幸せなことで、とっても嬉しいことなので、今回のライブはすごいワクワクしてますし、めちゃくちゃ気合も入ってます。去年のオンラインライブは初めてのことがたくさんで、本当に最初は戸惑ったりはしたんですけど、でもなんかそのオンラインライブならではの自分の見せ方だったりパフォーマンス工夫をいろいろ考えて見せることができたので、すごいなんか自分の新しい魅力を発見することができましたし、より、あ、自分はこんな表現こんな表情ができるんだっていうことも気づくことができたので、すごく自信をもらえたライブになりました。去年から今年にかけてこのコロナ禍で本当に大好きな応援してくださる皆さんに会えなかったりという状況が続いてたんですけど、でもその分本当に遠くにいても私のことを見てくださっている方がたくさんいて、ありがたさだったり感謝を改めて強く実感して気づくことができました。いつも応援してくださっている皆さん、遠くから見守ってくださっている皆さん、大切な皆さんのために気持ちを込めて歌わせていただきます。聴いてください。しまったようで立ち止まって、空を見上げ誰もが戸惑っている。明日が見えない世界は不安で、心がどんより甘雲に覆われる。微笑み方さえ忘れてしまいそうになるけど、ねえ、うつむいてたら日差しが出ても気づかないよ。少しだけ離れて歩いて行けたらいい。近づきすぎないで距離を保っておこう。後ろで見守ってるから
離れて歩いて行けたらいい。近づきすぎないで距離を保っておこう。後ろで見守ってるから、君は一人を寂しがっているけれど、その手と手が繋いでても、いつだって僕はここにいる。君のために離れていいよ。激しい雨の中、ずぶ濡れ打たれてたかった。汚れた体と醜い心を洗い流そうとしてたんだ。こんな時代に何を信じて生きて。
ありがとうございます。1期生のお姉さんメンバーの背中をずっと追っかけて、もうお姉さんの背中を見ながら踊ってたって感じです。もうダンスとかも全然覚えれてなかったし、踊れてなかったし、もう甘えきってました、めっちゃ。そこからはやっぱり徐々にダンスも踊れるようになってきて、なんかがむしゃらに追いつかないとっていう気持ちがあった時期ですね。がむしゃらに頑張ってた、フレッシュミルルって感じです。順調の時はなんかもう変なメイクさせられたっていう思い出しかないです。なんかピエロになって、なんかおかっぱのカツラをかぶったりとか、 MV 見てもらって多分わかると思うんですけど、なんかボールの上をコロコロコロって転がったり、なんかやっぱ NMB って変なグループやなって、でもそれが面白くてらしさやなって、すごいなんか NMB って面白いなって考えた時期です。みんなの妹って感じで、もうやっぱ沖縄で撮影させていただいたんで、一人海にわーって遊びに行ったりとか、なんかご飯いっぱい食べたり、お姉さんメンバーにいたずらしてちょっかい出して、もう沖縄を存分に楽しんでるただの子供でした。バージニティはもうめっちゃダンスが難しくて、もう泣きながらレッスンしてたのを覚えてます。なんか一つ目の大きい壁みたいなのがありましたね。必死にダンスついていってました。北県はそのなんか悔しいなっていう思い出がすごいあって、一番シングルの中でもその列が後ろ目だったので、なんかもっと私できるのにって思って、でもできてないからそこの場所にいるしっていう自分の葛藤があった時期でした。僕らのユリイカ、金子さんが出てきたなっていうイメージしかない。なんかすごいなんか爽やかな曲で、めちゃくちゃなんか綺麗な MV になってるのに、最後の最後金子さんが登場して、あ、やっぱ NMB だなって思ったのが記憶にあります。金子さんとですか？なんかね、11年間本当にたくさんお世話になってるんですけど、あんまりめっちゃなんか喋ったっていう思いでもないんですよね。いい意味で、なんかずっと同じ距離感でいてくださるので、金子さんはだからなんかお父さん、おじいちゃんかな。カモネギの頃はなんかもっと上を目指していきたいっていう気持ちが熱くなってきた時でしたね。なんかやっぱりサヤミルキーが圧倒的なオーラを出してたので、私もしっかり追いついていかなっていう熱い気持ちが芽生えた時でした。 NMB48 11年間やってきて、自分にとってなんか気持ちがすごい変わったターニングポイントだなって思っていて、この時にすごく自分にとって自信がついて、今までの努力が実ってすごい大切な曲をいただいたので、ここから自分の風を吹かせていくぞって強く思えた時代です。山へ行こう、夏が来た、マウンテンが
ちが初めてセンターをいただいた曲です。本当に皆さんのおかげです。ありがとうございます。どうして誰もが混んでる砂浜を目指すの。水着になりたいのなら水着で山を登ろう。蚊に刺されるけど緑の木々と蝉の大合唱の中汗をかきながら雲一つない大空のその下で思った私は生きている地に足をつけて山へ行こう。夏が来たら青い海より海より渚より山へ行こう。好きな人と恋の坂道ゆっくりと楽しんで歩こう。私は満点が
まさかシンガポールこんなの
皆さんはやっぱり見る1ですよね。見るが一番可愛いガール、略して見る1。灼熱の砂浜、寝そべった水着ショー、海のその青さ、空まで染みる散らばったジュエルがキラキラと輝いて、目移りするなら盗んじゃえ。そばにいすぎて慣れてしまった、大事なものがここにあるよ、きっと思い誰がなんて言っても
は白も見るソロコンサート、ゼップでも見る見るにお越しいただきありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。Yeah.
さんの笑顔がたくさん見ることができて本当に本当に嬉しく思います。これからも皆さんの笑顔を私が守っていきます。まるで愛の結晶さ、長い時間かけながらもっと好きになって形ができてゆく、意識しないまま思いやりが育まれ、寒そうな季節が来たって気にならない。さあ今からペンライトを私の大好きなピンク色にしてください。もうバッチリなってますね。ワン、ツー、スリー、フォー。変わらない毎日ばかりで暇すぎて退屈なんだ。予想外の出来事は生まれてから一度もない。僕たちが思ってるより面白いことはあるはず。でもおそらくそれは私に隠れてる。理屈だけ説明したらいい、不思議なことが起きてるんだ。大人になっちゃうと疑って見えなくなる。世界中が吹く嘘だから幸せな気持ちになれるだろう。心の奥が明るくなってほら誰もみんなウキウキするよ。露出ではきっと考えられない、日常に戸惑うかもしれない。だけどいつかきっと人は慣れてしまうんだ。さあここからはペンライトの色を変えて遊びますよ。まずは黄色、綺麗です。では白馬の白色、白あるかな。お、早い、白、お、バッチリ。あ、白、あ、二階席も真っ白ですね。では最後はやっぱりピンク。あ、カラフル、ピンク、ピンク、あ、綺麗、かわいい、ありがとうございます。ほんの些細な想像で目に映るもの違って見える。暗い気持ちだってどんどん塗り替えれば溢れ出す愛の色。世界中が吹く嘘間から幸せな気持ちになれるだろう。心の奥が明るくなる。誰もみんなウキウキするよ。女子
コール、ありがとうございます。決勝、ピンク色の世界の2曲を聴いていただきました。今日はこうして皆さんの前で歌って踊ることができて本当に幸せです。ありがとうございます。私は3月に NMB48 を卒業しますと発表させていただきました。NMB48 での11年間で私はやっぱり歌って踊ってパフォーマンスを通して応援してくださる大好きな皆さんが笑顔や元気になっていただけることが本当に幸せで嬉しいことです。なので卒業してもずっとこういうことをパフォーマンス、歌って踊ることを続けていきたいなと思っています。今日のライブでも楽曲によってペンライトの色が変わってて、みんなが統一されてて、すごいなんか応援してくださる皆さんがいろいろ考えてくださったんだなって思うと本当に愛を感じてすごく嬉しくなりましたし、今日のライブを通してまた次のステップへの自分の自信にもつながりましたし、本当に本当に皆さんのおかげであったかい目だったり優しく背中を押してくれる、そんな皆さんのおかげで私は今ここにいます。本当にありがとうございます。あさってはこの会場でここにだって天使はいるに出演させていただきます。そして来てくださる方いますか？おお、すごい、たくさんありがとうございます。そして8月には私の卒業コンサートもありますので、最後まで NMB48 アイドル白間みるをしっかり目に焼き付けていただければ嬉しく思います。よろしくお願いします。さあ、本当に本当に次が最後の曲になります。みんなで大笑いする曲、まだやってませんよね。さあ、最後はみんなで一緒に大笑いしましょう。ワルタピーポー、せーの、交わりか噂が本当でも偽りでもこの態度でもいいんじゃねえか。大切なことは目立たない心がけ、目の前の問題知らない見てない存在、決して責任転換なんかで立てなきゃ。ハッピー笑え笑え笑った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 ピーポー、どこの誰か名前笑った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 ピーポー、雲の胸に紛れ一瞬
ロの見るソロコンサート、ゼップでも見る見るにお越しいただき、本当に本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ああ、うちわもいっぱい、ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんの顔がしっかり見えますよ。ありがとうございます。後ろのお客さんもありがとうございます。2階席の皆さんも、あ、タオルも見えてますよ。ありがとうございます。見る見る、ありがとうございます。上手の皆さん、ありがとうございます。ありがとう、しっかり見えてますよ。ありがとうございました。本当に本当にありがとうございました。ありがとうございます。ちゃんと聞こえてましたよ。今日は今日のライブを通して本当に私は歌って踊ることが大好きだなと思いました。ステージ上で応援してくださる皆さんと目が合った時にニコってしてもらえた時とかは本当に幸せすぎて泣きそうでした。本当にこれからもずっとずっと続けていきたいなと思いますし、皆さんの笑顔や元気の源に私がなれるようにこれから人生をかけてずっと努力し続けて皆さんの笑顔を本当に守っていきたいと思いますので、これからもよろしくお願いします。そして明日の新選組公演、あさってのここ10、そして8月の卒業コンサート、ぜひ皆さん楽しみにしていてもらえたら嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。今日は本当に本当に本当にありがとうございました。気をつけて帰ってください。ありがとうございます。以上をもちまして本日の公演はすべて終了となります。ただいまより混雑回避並びに過度な密集を避けるため規制退場を実施させていただきます。アナウンスがあるまでお席にお座りの上お待ちいただきますようお願いします。皆さん今日は楽しろましていただけたでしょうか。皆さんの愛がすごくすごく感じました。本当に